はい、皆さんこんばんは、アバンチュールです。プロジェクトゾンボイド、今回も続きからやっていきます。前回からね、本格的にこちらのルイビルで、サバイバルを始めたわけなんですけれども、まあとりあえずの拠点も確保してね、サバイバルの基盤は整ったので、今回からね本格的に、この辺の探索をしていこうと思います。まあさすがにそろそろね、探索始めないと、いつまでね、関係ないことやってるんだよってみんなに怒られそうなので、まあ、今回からね本格的に探索していきます。で、気になる建物をねこんな感じで地図でマークアップしておいたので、まあこの辺からね面白そうな建物を見繕って、探索していこうかなと思います。まあただこっからあんまり遠出してもね事故りそうなんで、まあ近くの建物から探索していこうかなと思います。この競馬場が一番近いかな。ここに行きましょう。ちょっと競馬は正直やったことないんで、どういうシステムで動いてるのかわかんないんですけど、まあ競馬場というからにはね、芝生の生えたコートとかがあって結構見応えありそうなんでね、まあその辺を楽しんでいこうかなと。で、今回使う武器はね、リボルバーですね。まあ屋外でそんな重火器使って大丈夫なのって思うかもしれないんですけど、まあ聞くところによると、リボルバー系統は、マグナムじゃなければ、結構発砲音小さいみたいなんでね、まあちょっと使う分にはね、大丈夫じゃないかなと思います。それじゃあ早速現地まで行きましょう。ちなみにこの辺は全然クリアリングできてないんで、ゾンビうようよいると思いますが、まあできるだけ、衝突は回避しながらね、進んでいこう。まああと最近、キーボード変えたんでね、ちょっとカチャカチャうるさいかもしれないんですけど、その辺もご容赦いただければなと思います。この辺の街並みは、なんとなく、マージリッジを思い出しますね。結構整った街並みですね。あ、ちょっと待って、こっち、行き止まりだ。一旦迂回しよう。ちょっとこの辺の地理全然把握してないんでね、迷いながら現地に向かうことになると思いますけど、車がボロボロにならんうちに、現地に着けたらいいですね。あ、ここトレーラーあるな。ここはマークアップしておくか。ああ、あんまりもたもたしてると、ゾンビが寄ってきちゃう。急がないとね。なんか適当に目についた道を進んでるけど、こっちで合ってるかな。こっから、右に曲がっていけば、大丈夫か。ここを曲がって、あれ、ここじゃない。もう一個先か。お、ちょっと待って。ここなんか面白そうなロケーションだな。柵があって、ゲートもあるね。ちょっとこの辺のゾンビを片付けてから確認してみようか。こうやって倒してる間にもね、どんどん寄ってくるから、ルイビル攻略は難しいね。この一軒家がポツンと立ってる感じかな。池のほとりに立ってる感じですね。ちょっとここと南と北に隙間があるのがちょっと気になるけど、まあここを塞いじゃえば安全拠点に簡単にできそうですね。ここも一応マークアップしとこう。ああ、危ね。危ない危ない。反応遅れてたらやばかった今。安易に屋外でマップの編集をするのは今後は避けた方がいいかもね。ああ、ここも柵がついてて拠点にしやすそうだね。結構この辺は設備整ってて拠点にしやすそうな建物が多いですね。さすが高級住宅街って感じだ。こっから入れるんかな。ちょっと入ってみよう。もう真冬なんでね、一面真っ白でどこが道でどこが道じゃないのかっていうのが判別が難しいね。ちょっとこの辺を掃除してゆったり見れるようにしようか。まああんまり出先でゾンビ倒した際に伝え漁ってても時間が無駄になるだけだから見なくていいかな。こんなもんかな。
こっから入れそうだから、こっから中の様子を見てみるか。ここは完全初見だから、迷っちゃうね。どうしても。一応弾込めとこう。ああ、なるほどね。ここが観客席か。階段もあるけど2階も観客席になってるのかな。ちょっと後で見に行ってみよう。いやー、なかなか作り込まれてますね。ルイビル自体最近できた、ロケーションなんだけど、やっぱそれだけに作り込みがすごいっすね。やっぱり開発者としてはこういうマップを作ってる時が一番楽しいんじゃないかな。こういう箱庭系のゲームだったら特にね。それにプレイしてる側もね、こういう、作り込みのすごい建物を探索してるとめちゃめちゃ楽しいです。2階は後で見るとして、競馬場だから、なんて言うんだろう、あの馬が走るコースもねあると思うから、それを見に行ってみよう。え、何このゾンビ。なんか見慣れない服を着たゾンビがいるんですけど、これもしかしてあれか、あれあれ、名刺が出てこねえ、あの馬に乗る人、ゾンビかな。なんか服装からしてそうっぽいよね。おお、正解だ。乗馬ヘルメットとかユニフォームを着てますね。ちょっと試しにユニフォームとヘルメットを着てみたんですけど、防弾チョッキとかパーカーが邪魔でよく見えんね。あんまりこれ以上脱ぐのリスクだから、外観の確認は後でしよっかな。馬に乗る人ゾンビを調べててね、ちょっと気づいたんですけど、このユニフォームはね、そのナンバーに合わせて、何種類か用意されてるみたいです。なので今日は全部集められるかわかんないんですけど、まあヘルメットぐらいはね全種類集めて帰ろうかなと思います。あー、ちょっとここゾンビ多いね。フェンスがあるからこれ使って倒そうか。このフェンスを使って叩きつけで倒す戦法はゲーム終盤になっても変わらず強いですね。まあこのゲームプレイヤーが生きてる限りはね永久に続くから、終盤も何もないんだけど。そういえばこのゲーム寿命とかってあるんかな。多分このキャラ普通の人間で二十歳そこそこだと思うから、まあ80年もすれば老衰で死ぬと思うんだけど、寿命とかあるんだろうか。まあ自分しか生きてなくて、他のみんな全員ゾンビになった世界で80年も生きようっていう気にはならないと思うけどね。なんかその前に気が狂って死にそうだし。そういえば自分以外が全員ゾンビになった世界が舞台のアイアムレジェンドっていう映画ありましたよね。あのウィル・スミスが主演のやつ、だいぶ前に見た記憶があります。あれ割と面白かったな。ありきたりな題材だけど人間ドラマってな感じで、サバイバルと人間ドラマが絡んだ映画って感じで面白かったっすね。主人公が飼ってた愛犬が主人公をかばってゾンビになっちゃって死んじゃった時はかわいそうだったな。ちょっと愛犬の名前忘れちゃったけど、白だったかポチだったか。また今度ツタヤで借りて見てみようかな。ちょっとせっかくリボルバー持ってきてるのに全然使ってなくてもったいないから、ここで使っていこう。あー、いいね。結構サクサク倒せるわ。エイムレベルがね初期値だと全然当たらなくて使い物にならなかったりするんですけど、ちゃんとね序盤からショットガン使ってエイムレベル上げてあるんで結構使いますね。ちょっと弾がね5発しか入らないのがネックなんだけど、しっかりね距離保って打ち込めば普通に戦えますね。この調子でバンバン倒していこうと思ったんだけど、やっぱり槍メインで戦っていこうかな。多分銃は疲労が溜まってきた時のサイドウェポンとして使っていくのが強いと思う。最初は槍で倒してね、疲れが溜まってきたらピストルに切り替えて、疲労を回復しながら倒すっていう戦法の方が強いかな。ちょっとそういう感じで使っていこう。競馬場の中心まで行ってみたんですけど、雪が積もってて、乗馬コートとかは確認できませんでしたね。もっと芝生が広々生えたコートを確認できるかなと思ったんですけど、やっぱり冬に来たのは失敗だったな。ここは夏場とか雪が降ってない時期に来るのがいいかもしれませんね。
じゃあ屋外の探索は切り上げて2階を見に行きましょう。あ、すごい。2階もしっかり作ってありますね。ここで競馬好きのおっさんや学生さんが、行け俺のダイバスカーレットとか、行けゴールドシップみたいに叫ぶんでしょうかね。そう、俺競馬知らないけど、競馬好きな友達がいるんでね。まあそういう有名どころの名前ぐらいは知ってます。なんかどこのグループにも一人は競馬詳しい人いますよね。職場でも学校でもね。まあギャンブルって言っちゃったら聞こえは悪いですけど、まあしっかり日本のカルチャーなんだなって思いますよ。あの馬娘のおかげでかなり流行ったしね。まあ個人的には馬を擬人化してどうすんのって思っちゃうけどね。擬人化して人の姿で走らせたら、それはただの徒競走なんじゃねって感じだしね。まああんまり馬娘を下げる発言をするとね、過激派からね迫害を受ける可能性があるんで、この辺にしときますけども、まあ今日はね、残りの見てない箇所を探索して帰ろうかね。おらー、行くし、ノルマ達成。うわー、すげえガタガタ言ってる。ここ開けない方がいいな。ここで待ち構えよう。うーわ、めっちゃ出てきた。やっぱ開けなくてよかったわ。たまにこういうことあるんでね、小窓がついてなくて向こう側が見えないドアを開けるときは警戒した方がいいですね。ここは実況席ですかね。ここで各テレビ局のレポーターと実況者が実況をするんでしょう。こういうディテールもね、しっかり作り込まれてますよという感じですね。まあこの施設はこんなところでしょうか。それじゃあ荷物まとめてお家帰ろうかな。ちょっとね、芝生の生えたコートを見れなかったのが残念ですね。また改めて夏場にでも探索に行きましょう。あーでも夏場ってなっちゃうと3ヶ月のサバイバル期間終わっちゃうのか。まあ3ヶ月過ぎた後もね、細々と方針はやるつもりなんで、まあまた改めて探索に行きましょう。ああ、なんだこれ。かっこいいたるー。今しがた帰るところだったんですけど、なんかかっこいいオブジェを見つけました。ちょっとここで記念写真撮って帰ろうか。サムネ確定だろこれ。え、こんなんあるんだ。なんかいいねこれ。スタイリッシュで。このオブジェを見たらね、一目で競馬場なんだなっていうのがわかりますね。そういえばこの街、美術館とかもあるんだっけか。その辺漁ったらね、また個性的なオブジェとか絵画とか手に入るかもしれませんね。また今度見に行ってみましょう。じゃあ今日はね、こんなところで終わろうかなと思います。競馬場を探索する回でした。次はね、こちらの、街の入り口付近にあるね、病院を探索しに行こうかなと思います。聞くところによるとね、病院とか大きな医療施設には、ゾンビがめちゃめちゃ大量にいるみたいなので、まあ一口に探索すると言ってもね、かなり歯ごたえのある感じになるんじゃないかなと思います。まあ何にせよ楽しくね、探索していきたいですね。それでは今日はこの辺でおいとまいたします。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。それではまた。バイバイ。